は群馬県太田市南安島町にあるマンパンさんに来ています。赤い看板がバリ目立ち、駐車場は建物の前と裏にあります。久々のつけ麺に胸がドキドキ。入り口まで向かいました。おお、これは大正軒の創業者だ。それでは向かいましょう。何から何まで赤。私たちは裏の駐車場へ止めました。ここが店前の駐車場です。それでは扉オープン。あー、写真でわかりやすい。つけ麺はこんなに量選べるよ。入ってすぐ食券があるよ。私はつけ麺ポチッとな。あとどうしよっかな。よっしゃ、安いしまかない飯。味玉トッピング今日はないです。相方は辛つけ麺、私食えない。辛さは鬼辛にしてた。私たちは4人掛けテーブル席へ。コロナ対策でアクリル板がありますよ。店内はこんな感じです。人気メニューの写真があったり、そしてこちら側はカウンター席。カウンターの向こう側にはテーブル席も。向かい合わせで目が合わないとこもいいです。はい、ビール来ました。ドライの中瓶です。おつまみはメンマにネギたっぷり。冷えててうまそうだな。お皿にあふれるぐらいの量にびっくりです。味も濃そうで酒進むね。うまそう。それではおつまみメンマいただきます。かぶり、濃い。ネギがいいアクセントです。おいしい。まかない飯250円。だれん、ちょっと待って、でかい。ミニだと思ってたらこれ1人前あります。ネギ、キムチ、チャーシュー、温玉。チャーシューの細切れいいぞ。温玉の上のごまも素晴らしい。こりゃびっくりしたわ。まずは温玉を潰そうか。いや最高、絶対うまいやつ。チャーシューと卵を一緒に。これは絶対うまいやつだな。キムチも結構乗ってるね。っていうかこれ250円は安すぎません？チャーシューのフレークみたいだな。結構大量に乗ってます。それではまかない飯いただきます。うまー。キムチの少しの辛さで卵でマイルドに。ネギの匂いが鼻から抜けてく。チャーシューフレークもご飯に合います。まとまりのあるまかない飯。ご飯の量もすごいって。すべてを絡めて食べると抜群にうまい。ご飯が多いだけじゃない、具もすごい。このパンチ飯がたまらなく好き。つけ麺750円。ダリン、きた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 。待ってましたよ、つけ麺。こちらは一番人気のものです。このつけ汁の香りがたまらないね。味玉頼まなくても入ってたラッキー。麺もキラキラトゥルトゥル。太めでつけ汁と合いそうです。いや、これは楽しみだ。この麺見てくださいよ。つけ麺ってこの麺が好きなんですよね。真っ白な麺にもちもち系。いや、うまそう。楽しみ。つけ汁はどうかな。そこまでドロドロはしていません。そして容器が熱すぎて触れない。冷めないようにお店の努力を。いい色合いだ。麺によく絡みそうだね。食べよう食べよう。それでは麺を汁にダイブ。ドカーン。よーく絡めて。いや、うまそう。食べる前からわかる美味しさ。ほら、よく絡んでるね。魚介の風味がします。それではやっとです。いただきます。鼻からつけ汁と麺の香りが。うわー、うまい。なんだこれ。喉越しも良くてトゥルトゥル入っていく。並盛りで 300g というボリューム。少し甘めに感じる。うますぎるつけ汁大好きです。そして気づかなかったチャーシューがいた。
レベチなチャーシューやね。長くてトロトロ系チャーシュー。チャーシュートッピングすればよかったかも。この手のチャーシューはうまいのよ。卵入ってるよ。やっぱり黄身の具合はバッチリです。漬け汁に使ってたからうまいだろうな。汁の中を探るとまだいる。メンマの登場だ。なんか宝探ししてるみたいになってますけど。そしてもちろんネギは下にこんなに沈んでます。まずはチャーシューからいこうか。柔らかい、とろとろ。唇で切れちゃうチャーシュー。ドタイプなチャーシューきたー。そしてお次はメンマー。食感は良くて汁によく合います。卵はどうかな。うまい。黄身がいいね。合わないわけがない。そしたらこの美味しすぎる麺に行く。絡み合う汁が食感のいい麺と相性バッチし、喉越しがいいから300は余裕でいけます。うますぎる。横からスライドで。大好きな卵はこんな感じ。卵には食べ応え感じます。からつけ麺850円。だろい。いや、これ大丈夫か。真っ赤っかだけど鬼辛って。うーわ、辛そうだけど一口はもらいたい。なんか普通のよりドロドロかなと思うんですけど、うーわ、すごい破壊力。やっぱ具沢山でこっちのが絡むか。辛トッピング100円、鬼辛ダーイン。そしてなぜか辛トッピング、しかも鬼辛。一応ね、一応もらいましたよ。これは控えめに行きます。途中で切るしかない。カレー辛いけどうまいのはわかるけど辛い。まかない飯完食です。つけ麺完食です。辛つけ麺完食、すげえ。それでは振り返りです。初めてのお店でしたが、つけ麺は絶品。250円で味わえるまかない飯、魅力的だし味も色合いも20丸。辛いの好きな人はぜひ鬼辛どうぞ。汗を吹き出しながら食べるつけ麺もいいかも。甘みがあり絡み合う最高なつけ麺をぜひ味わっていただきたいです。本日はごちそうさまでした。次は野菜すごいやつ食べたい。ありがとうございました。